角川スニーカー文庫。ねえねえ、全国のアクシズキャートたち、私たちが冒険の傍らで何をしていたのか気になるわよね。そんなあなたたちに朗報よ。過去のショートストーリーを詰め込んだ短編集がついに登場するの。え、本編以外興味ないですって？そう言わずにぜひ読んでみなさいな。そして今月は赤月夏目先生の新刊が2作同時発売。ついに魔王城へ乗り込むらしいんだけど、そこに待ち受けていたのはなんと！とかあったりするとそれっぽく聞こえるかしら。その他の新刊も見逃しちゃダメなんだから。スニーカー文庫の新刊は1月1日発売。